はい、ということでおはようございます。いやですね、12月1日に間に合わなかったというね、一人狙いしてるのに間に合わないというね、なんて難しい人なんだ。本当に難しい。あとね、12月1日までに文化系を120と、芸術を100にしないといけないというね、しかも光を爆発させたら自分も大爆発しちゃうというね、すごい難しいやつだったね。で、好きな場所、中央公園タワー、1年目の植物園、スキー場以外の山で、嫌いな場所がショッピング街とゲームセンターというね、全然知らねえよこんなの、マジかよ。ということで、あとね、好きなやつは美術館とコンサート会場ですね。あとスケート場かが好きな場所ですね。いやー、なんて難しいとこやつなんだ。ということで、とりあえず文系を120、芸術を100にする。で、12月1日までちょっとカットしようかなと思ってます。で、植物園の1日目だけは好きなところだのらしいので、植物園はね、ちょっと行ってみようかと思っております。ではやっていきます。よっしゃー、12月1日。じゃないけど、今回は植物園に誘えたので、前回ね、植物園に行けてなかったので植物園に来てます。で、ね、多分ね、これ前々回でやったような気がするんだけどな。あ、そうでしょうね、丸押しすぎた。よいしょ、戻ってきました。いや、まさかミスるなんてな、こりゃ大変だろうね、じゃなくて、こんな風に整理されると美しいね。これだな。その通りね。うえー、来た、バッチリの印象。来ましたよ。では。じゃあ次はね、どこに行こうかな、遊園地でも行こうかね。あら。はいと、今回は神社です。いやー、刀抜きをね、失敗したので、今回はね、絶対に成功した。ありがとう。お、いいね、間違えたけどもいいや。そう、絶対に成功させるとして、金魚すくいをね、やろうと思います。金魚すくいはね、俺ね、めっちゃ得意だから。説明はいるかい。大体6以上取ったら最高の、好感度になるんで、やっていきたいと思います。いいところだったけどね。お、やるじゃねえか、8匹も取れた。あれ、あんたのもんだ。だぜ、ほっぴきか。また来てくれな。そんな感じはしなかったんだけどな。うまくなってる俺、1週間経ってうまくなってる。1週間前の録画ってバレる。1週間前ってバレる。なかなかね。おー、そうか、褒めると嬉しいぞ。刀抜き失敗したからな、前回な。今日はとても楽しかった。おー、ではもうこれでもうあれ、デート行かんでいいんじゃね。もう結構ね、能力高いんで、ほら見てください、ほら、芸術83、文系90、完璧だな、これ、もう完璧。とりあえずセーブしとくか。もう全然ね、セーブしてる。もう全然セーブしてる。ここで失敗したら、もう一回ここに戻れたらいいやと思って、ここで一回セーブしました。あ、5月ぐらいに一回セーブしたんかな。なので、そのまま、文化を120の、芸術を100にしたいと思います。ちょっと用紙がちょっと低すぎるからな、そこら辺もちょっと気をつけていかないとな。はいとー、お、あら、早かったね。服装が変わったんじゃないのか。そう、ね、今12月になる前の10月なんですけど、今日は気持ちよく晴れたね。どこに行っても最高に楽しめるよ。あなたが晴れ男でよかったわ。私って結構雨を呼ぶところがあるから。まあ俺は実際雨男だから、それは気にしすぎだよ。さあ行こう。おい、最高の気分ね。何も言うことないわ。そうです、今日は山に来てます。惚れ惚れするもみじだね。カメラに収めておこう。最高に美味しいよこの団子。ありえねえな、一番上だな。その通りね。イエーイ、日本には四季があって本当に良かった。確かにな、それ友達とこないだ話したわ。大げさに言いたくないけど、でも日本ってな、暑いし寒いし最悪なんだよな。だがしかし、四季があるっていいことだよな。ずっと冬だったら嫌だもん。はいと、そして文化祭という
なんかあるんじゃないか、さすがに。やっぱ適当にやるのか。最高であってくれ。あー寂しい。なぜだ。1年目は無理なのか、やっぱり。はい、ということで今回は中央公園に来てます。イエーイ、来たぜ来たぜ。もう12月になるぜ。今日はどうする？今日は噴水の方で散歩しようよ。うん、噴水ってあれ、これは全く同じだな。水の流れる音がいいんじゃないかな。いいことを言う。これもう確実に12月2日イベント来るよ。じゃあ確実に来ますわ。これ来ますわ。お、初めて、一瞬だけど一緒に部活した。初めて来たー。おーい、水月さん。お、体操服ブルマじゃないんか。ちょっとな、残念だな。まあ冬だからな、しょうがないか。これから体育でね。オッケー。へえ、なんだよ、いいじゃねえかよ。おい、ゲスだな俺。お、これ来たぞ。あ、みなずきさん。お、1月1日来たよ。来たー、イベント来たー。来たよ。どうしたのってこっちが聞きたいよ。はは、このドテラね、暖かくていいわよ。あ、ドテラっていうんだね。つかずっと気になってたけどね、なんでこいつだけ冬服こんなドテラみたいな着とんやかと思ったわ。もういいや。え、それだけイベント、それだけ。俺はそれだけのために最初からしたっていいのか。まあいいや、とりあえず誕生日だな、あげる。これだな、お茶だな。あー、でもやったな、イベント見れたな。じゃあ次のイベントはなんだっけ。やったー、もうこれもう彼女決定だな。次のイベントは、冬はこたつで決め、茶道部に所属し平日にコマンドをクラブコマンドをするといいと。あ、なるほどね。めっちゃ運動録やけど大丈夫かなこれ。しかしもうあれだな、何もしなくてもいいから、とりあえず光あたりに電話しようかな。ちょっと怖いよな、爆弾がな、爆弾が本当に怖いから。ほら、ほら、この電話来そうな気がしたんだの時点で、もうね、ときめきマックスですよ。ときめきマックスですよ。ときめきマックス。お、スケート場あるんだ。あ、じゃあスケート場次行こっかな。じゃあ、どうしようかな。ショッピング。部活あるのかよ。まあ、電話するだけで十分だから。これで爆発しないことを、もうね、電話するだけで OK なんだよ。まあ、実際デートに誘わなくてもいいというね。やっとここからな、あれだな、編集っていうか動画が撮れるな。それまでは多分ほとんどカットになってるからな。よっしゃ。じゃあどうしようかな。とりあえずもうあれだから、冬になったらあれするだけだから、12月24日。あ、あれか。デートね。オッケーオッケー。デートがあるんだ。ダブルデートがあるんだな。オッケー。このダブルデートの時に、あー、セーブしとこうかな。うわ、セーブできねー。くそ、さっきセーブするべきだった。くそ、どうしようかな。とりあえず、よしか。じゃあ、ここで一旦、ようやくセーブしようかな。動画上、今どんな感じになってるかさっぱり予想つかないが、今何分ぐらいなんだろうな。もうね、録画はね、40分ぐらい経ってるからな。さあどうしようかな。とりあえず運動するか。ちょっと6はひどいな。おい、お、服が全然違う。お、これときめいちゃってるんじゃない？これやばいんじゃない？これ絶対ときめいてるよ。ときめいた時は青いシャツを着用してるって。あ、じゃあまだときめいてないんか。俺も今来たところなんだ。どこだっけ。あ、そうだ、ステーキ場じゃなくてスキー場な。スキー場に晴れてよかったね。風も穏やかだし。じゃあ行こうか、スキー場に来て。これはきっと転びやすい靴。そりゃそうだろう。滑らないことを隠すなよ。手を貸してあげ、貸してあげるから。じゃあ休んでたら真ん中な。手を貸してあげるから。嬉しいけどいいわ。うえー、割といい印象。うえー、女の子の気持ち分かってる俺。楽しかったわ。うえー、じゃあこれも絶対
対ときめいてるだろう。とりあえず、光もな、ちょっとあれだからな、爆発させたらこいつも爆発しちゃうんで、気をつけないとな。で、ここのダブルデートでイベントがあるんですけど、ここで両方とも光を選ばずに、両方とも水月さんを選べば、OK だということでね。これ、ときめき、やっぱマックスになると、やっぱあれなのかな、服装変わるのかな、イベントずっとね、なんか変な服装だったんだけどな。お前誰と一緒？もちろん水月さんがいい。オッケー。じゃ、観覧車。そうね。俺も好きだよ。じゃ、天気もいいしね。というところでやっていくぜ。で、乗るシーンはカットしまーす。綺麗だったね。よいしょ、綺麗だったね。そうだね。ずいぶん遠くまで見えたね。ほんと。だら？だら？じゃあ。ジェットコースターね。誰と一緒？もちろん水月さんがいい。じゃ、いつも思うんだけど。いや、めっちゃ面白いよ。乗ればわかるよ。さあ行こう。それで何が面白い？面白いよ。全く転がらなかった。ふう、やりづらいな。確かにやりづらいな。じゃあそろそろ帰る。帰ろうか。そうだな。で、ここでイベントが起きるんだよな。ここじゃないな。帰った後か。多分ね、最初のイベントはね、おそらくね、最初の1パート、2パートあたりで実はね、見たと思うんだよな。多分ね、電話が来るよ。はいはーいっと。はい、魔王でーす。私よ。え？水月さんどうしたの？あら？バカじゃないの？めっちゃ怒ってる。え、え？昼間の遊園地。あれ、どういうつもり？しっかりすっごく楽しみにしてたのに、あんたのあの態度は何よ。彼女すっごく傷ついてたわよ。ごめんごめんごめん、怒らないで。これイベントなんだって。だってもヘチマもないわ。あんたの無神経さ最高。ちょっと待って、少し俺は話を取り繕ったって無駄よ。それに私は光を悲しませるやつなんかの話を聞く気はないわ。微塵ほどもね。せいぜい変な噂が流れないように気をつけるのね。ああ、大変だ。どうしよう。爆弾が乗るのか、それともときめき度が下がるのか。下がらんだろう。頑張れよ。ちょっと一旦光に電話するか。ちょっと怖いよな。これで。電話来そうな気がしてたんだ。あ、全然怒ってない。全然大丈夫だよ。じゃあこいつの嫌いなところに行こうかな。で、デートを断ってもらおう。あ、待てよ。日曜日の第3日曜は部活があるから絶対断るんだよ。ごめん、部活。ほら、オッケー、完璧だな。これで爆発しないことが確実に分かり、さらに俺は作動部もしくは寝ることができる。最高だな。新しい一年の始まりだな。そうだ、年賀状は来てるかな。あ、これはまあどうでもいいとして、はいと、すごい年賀状だな。で、匠と、あ、白雪さんずっと放置なんだけどな。匠と純からの年賀状が来ると。で、初詣は水月さん、一緒に初詣行こうよ。あら、突然ね。これは前回見たんだけどな。そこは覚えてる。そこは覚えてるんだけど、どんな、ああ、こんな感じだったね。当たり前じゃないの。あ、でね、大凶かなんかがあって最悪だったよね。バッチリ似合ってるね。かわいいよ。なうへへ、まあ、2000年だしな。景気がいいしな。景気いいのか分からんけど。うん、恋愛だよ。すぬいげ。おお、来た、完璧。これ、ときめきでマックスになったんじゃないか。おみくじ。よーし、やろう。当たり前よ。まあね、おみくじはやんないとね。俺は絶対やるからな。行けばね、行かないこと多いけど。大凶だ。どうだったの？大凶でした。大吉です。大吉よ。何？日頃くっ
っそー。何？あ、いえ、何も何も。全然何も言ってないですよ。初詣って、どに？これから一年のことを考えたりするのはきっと初詣だけだもんな。あなたってそんなに考えない人だったの？全然考えないよ、私。私全然考えない。もう次の日のことしか考えないからね、私。まあ嘘だっけ。お、さて今日も頑張るか。あれ？こんなあったっけ？寒いから早く閉めて。あ、これがこたつのやつか。こたつのやつ来たぞ。あ、そっか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 、やったもんな。やったぜやったぜ。待てよ待てよ待てよ。冬はこたつで姫。あのこたついいよね。俺こたつずーっと出したいもんな。あ、うん。しかしどうだったんだよ。どうしたんだよそのこたつ。先生見つかったらやばいんじゃない？いいのよ。さっき校長が来てお茶飲んでいったもの。それに無理は体にです。確かにな。これも部活をしていることなのかね。でもまあいいんじゃないの？確かに校長公認なら大丈夫だな。あ、俺も入ってもいい。うわ、これエロいな。いいわよ、部員だしね。うわ、最高だな、女の子とこたつなんて。じゃあ、お邪魔します。たまにはいいか。あったかい。あ、いいな、俺も女の子とこたつ入りてー。あら、早かった。そうなら今回は、中央公園に来てるのかな。あ、出た、不良かよ。ぶっ殺しやるわ。あ、待てよ。俺さ、運動っていうか、根性とか全然ないから。うーわー、結構あるな。俺、HP5000 あるじゃん。意外といけるな。あ、なんか楽勝かな。もうなんか、忍者っぽいぞ。男らしいところ、見せてみなさいよ。任せろ。ファイ、ファイ、ブリザーゴ、ブリザーゴ行け。ドーン。これブリザーゴで敵全滅できるやろ。ブリザーゴはぁ、死ね。全員3000以上食らうんじゃないか。おーい、4770。絶対死んだわ。超強いし。うえー、まあね、これぐらいはね。これかっこいいとこ見したわ。もうお宝とか意味ないからな。もう知ってる。経験値も意味ない。知ってる。ゴールドも意味ない。知ってる。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。